白黒総力戦なんてめんどくさい、時間がない、でもやっぱり効率的に素材を集めたい。そんなあなたのための白黒屋内総力戦陰戦一とつくりやではあるのだが、バクダンガチャのせいでムキムキに育成されたチームでも 30% の確率で1とつクリア、 60% の確率で2とつ、 10% で3とつか、それ以上なので勝手に 1.85 とつクリアと呼ぶことにしました。今回重要なのは水着しずこ。しずこのシールドが強ければ強いほど爆弾ガチャのダメージが減少され、ランダム要素を緩和できる。その点ではチーパオともえなどがさらに役立つかも。今回は星3水着しずこを使ってるが、固有位置だと勝率を 50% とかに上げられるかも。多分チーム編成はご覧の通り、代用はほとんど効かない。できるとすればさっき言ったしずこの代わりのチーパオともえとか水着エイミぐらい。今回の重要点1、インセインのランダム要素はひどいので普通にエクストリームか指導をおすすめする。今回の動画はインセインオートは可能ですと証明するためだけ。2、育成がほぼマックス状態に近いセットが複数必要。3、回避スキルは臨戦星のとしずくのみ。4、決まり必須。5、2つのチーム編成のややシビア。1、真似しないでください。インセインだと爆弾の位置がランダムなので、爆弾の置き場所と生徒の戦闘中の移動によって受けるダメージが大幅に変わる。ひどい時は白サイ倒せないのに、運が良ければ1分弱の余裕でクリアできる。2、育成需要が高い。ギア、スキルがほぼマックスの生徒を固有3、2、1で揃えても勝率は 100% じゃない。もちろんもう少し育成できる要素はあるが、それでも勝率を 50% とか 75% に上げるぐらい。多分逆にこの動画ほど育成が進んでない生徒でやったら勝率が 10% とか 1% になるかも。3、回避スキルは臨戦星のとしずこ。一番最初の回避スキルを臨戦星のに設定することによって、コロコロたまに合わせて星野の2回目の EX が発動する。こうしないと星野のシールドの発動がずれて弾を跳ね返せない恐れがある。固有2星野なら耐えられるかもしれないが、タイミングも合うので回避スキルに設定すると良い。2番目にしずこの EX を設定するのは、単純に爆弾の爆発する前に生徒にシールドを付与して火ダメージを軽減するため。4、決まり必須。3番目のポイントに基づき、決まりのコスト回復力がないとしろ、頭を転がせるタイミングに星野の2番目の EX は発動しない。でも水着しろこを使うとコストが減少して EX のタイミングが合わなくなる。つまり決まりは欠かせない。5、2つのチーム編成もシビア。一応2つ目でも以上の編成で黒の HP は4、500万削れる。でも正月明かりを持ってなければそこまでできるかというと難しい。代用としてシールド付与の生徒も使えるが、ランダム要素を含めるとやや厳しいかも。2つ目は指導と言ってもあるが、それなら最初から指導でも良い気がする。今回は攻略解説に見せかけたネタ動画でしたが、それでもご視聴してくれてありがとうございました。